サンデーフォークオフィシャルサイトをご覧の皆さん、花見えでーす。ボーカルのゆきなでーす。ギターボーカルのまつりでーす。はい、私たちメジャーデビューアルバム来世は偉人を7月26日にリリースしました。やったー、イエイ。こちら、そうですね、カオスでキラキラ感満載なおもちゃ枠をね、こうぐるっとひっくり返したような一枚になっております。なんか推し曲とかありますか？うん、私、いやもうなんか一個一個本当にテーマをね、しっかりつけて、すごい面白い曲ばっかりでなんですけど、私一番最後の Today's Good Day and So Epic っていう曲が、なんか本当祭りをね、初めてメジャースケールでね作った曲で、ハッピーなね、そう、すごいなんか最後にめちゃくちゃハッピーな曲があるんですけど、うん、花見の今とこれからと、なんかお客さんに対してと、花見の人生もなんかこういろんな視点から見れる歌詞になっていて、うん、でもめちゃくちゃライブで超跳ねて遊べる曲になってます。おすすめですね。はい、それがおすすめです、うん、なんかめっちゃ語っちゃいましたけど、祭りは、私はですね、私ワーニングっていう楽曲があるんですけど、うん、ちょっとダークめなイントロからね、うん、始まる曲なんですけれども、まあヘッツが歌ってたり、なんかアナウンスが鳴ってたり、結構アルバムの中で一番カオスな曲になってるんじゃないかなと。いやー、カオスだよ。はい、思うので、ぜひね、みんななんかわけわかんないまま進むと思いますがたくさん聴いてください。はい、 いや、そしてね、私たちはあの、8月とから10月まで、うん、これからのヨーロッパとアメリカの長いツアーに、初めて海外でねライブするんですけど、出発するんですけれども、本当にね、長いこの海外でのライブを得て、うん、またパワーアップして名古屋の皆さんでライブを楽しみたいと思います。パワーアップした花火をまたライブハウスに見に来てください。以上、花火でした。バイバーイ。